このプランターなんですが、6月の初めぐらいまでじゃがいもを植えてて、でじゃがいもを取り終わったので株を、6月の初めぐらいに種をまいて植えてみたんですが、途中まで順調に育ってたんですが、何分殺虫剤全くやってないので、もう葉っぱを見ての通りもね、結構虫にやられちゃってるんですけど、もうここに青虫がもうぴょこぴょこ動いてるんですが、もうこういうのにね食べられちゃう、これですね、食べられちゃってね、もうこれ育つかどうかよくわかんないんで、一回抜いちゃって、また種をまきたいと思います。もう今日ね8月のね、30日なので、ここから種を植えて芽が出てくれれば大丈夫かなと思うんで、一回これを抜いて種を植えてみたいと思います。株を抜いたんで、鶏の鶏糞です。これはね、こんなバサッとやっちゃってるんですが、本当はちゃんとした広いね畑があったらね、本当は畝を、作ってこういう風にねやって、ここへ鶏糞をまいて、こんな感じでやって、こういう風に畝を作ってみたいな感じで、本当はちゃんとした畑があったらやりたいんですが、プランターでね育てるってのはなんかよくわからないんで、一応こんな感じで この20日大根とこの株、この種を撒いていきます。後からおろ抜けばいいかなと思うので、結構蜜で種撒いちゃいます。こんな種ですね、一粒一粒こんな感じで、
大根の方はね、こんな種になってるんだ。これでちょっと水をやって、はい、これで種がまき終わりました、今日8月、30日種まいたんで、これで芽がこの暑さで出てきてもらえれば、まあ多分まだ育つと思うんで、動画にアップしていくんで、一緒に観察していきましょう。じゃあねー、バイバーイ。